商店街とか観光地にイラストマップっていうのが作っておいてありますね。でもそこにはお店の分類が例えば泊まるとこだったらどこだとかお土産だったらどこだとか食べるとこだったらどこだとか見学するとこはどこだっていう分類されてお店の名前屋号と電話番号がついているものがたくさんあります。でででももそれははは非常に便利なものではあるんですが、えー、実は そこに URL を加えたらいいんですがそれはなかなか打ち込んでくれないわけですねそして QR コードをすべてそのお店の横につけるのもあるわけですけどたくさんのお店が並んでるときにポータルサイトを作ってそこからまた行くっていうのも結構めんどいことなんですねそんなときに私たちはこの電話番号を 利用して、えー、QR コードからあこの数字版の方に誘導して、電話番号を入れればお店に、えー、つながると。例えば、そのイラストマップの電話番号は黒い電話は電話しかかけられないと。でも緑の電話は Google マップに飛んで、Google マップから Google マイビジネスにつながるという。普通のコードを ここで番号で入れることもできるわけですね。なおかつ、えー、動画で、えー、旬の情報をお提供したいとか、あ通販サイトに来てほしいとか、あインスタグラムで、えー、周りの遊ぶところの情報を出したいとかっていうときにはあ、私たちの黄金の QR コードっていうのは、複数の、えー、URL がこの電話番号から行く仕掛けになってます。えー、ぜひ ご興味のある地域の人たちは、ぜひ、こんなプロモーションも地域活性化として考えてみていただければ幸いです。